昨年9月に北朝鮮を襲った台風9号で、甚大な被害が発生した国内最大の亜鉛の産地、ハムギョンナムド・タンチョン市のコムドク工山、被災地入りした朝鮮人民軍の兵士は復旧作業に当たったが、人手不足から、世界で最も長い10年の兵役が延長されるとの噂が出回り、不安が広がっていた。ところが、今月に入って、 彼らの身分が急に変えられたという。NK の軍内部の情報筋によると、人事を司る軍の隊列補充局は、コムドク地区に派遣されている兵士のうち、秋に除隊する予定の110人の兵士の扱いについての命令書を出した。その内容とは、除隊後は民間人に戻り、そのまま、コムドク鉱山の労働者になるというものだった。これを受け、兵士たちからは、 こんな残酷なことがあるか。という嘆きの声が上がっているという。最近、農村や鉱山など国の経済にとって重要でありながらも、労働力不足に悩む地域に民間人を単元という名で反共性的に送り込んだり、兵役を1年から2年短縮された兵士を集団配置という形で送り込んだりすることが各地で起きているが、 災害復旧に派遣された兵士も除隊後に帰宅するのではなくそのまま災害派遣先に残り労働者として働くことになってしまったのだ革命化処分の行き先にされるほど労働生活環境が劣悪な鉱山誰も行きたがらず今いる人も何とかして逃げ出そうとするために労働力不足に酔ってしまったのだ今回の措置は 環境の改善に取り組むより強制的に人を送り込み立て直そうというかなり無理のある政策だ。上述の通り兵士の間では兵役が延長されるのではないか。と不安の声が上がっていたが部隊の政治部や隊列部は集団配置は行われないだろう。と断言し不安を打ち消そうとしていた。ところが 隊列補充局の集団配置命令が下されてしまい、結果的に嘘をついていたことになってしまった。部隊は、兵士の不満をなだめるどころか、銃を、削岩機に持ち替えよ。などと言い出すなど態度を一変させたという。また、今は、党と狩猟のために、忠誠を尽くすとき。などと思想教育を行い、集団配置の対象者のリストを、 コムドク鉱山の労働部に送るなど、一連の手続きを迅速に進めている。当の兵士たちの間では、上部の方針が下されたから、抵抗もできないままに、一生を鉱山に捧げることになった。などと、不満の声が上がっている。現地住民からは、歓迎の声が上がると思いきや、今行われている住宅の復旧は、誰が責任を持って行うのか。 復旧作業に当たる人員が削られるのではないかとの不安の声が上がっている。